生地の卵なんですけど、一つも帰らなかったです。なんでやねん、ほんま。まあちょっともう30日ぐらい経ってるんで、開けてみようと思います。一応優勢卵率が8割 80% 以上って話だったんですけど、まあ、本当に優勢卵だったのかっていうのと、まあ、あとシゴモリとかだったら多分フランスル温度とかがニワトリの設定だとダメだったのかもしれないですけれども、ちょっと一回割ってみようと思います。この温めてた卵を割るとこう腐敗しててね、ガスで内部の腐敗した卵液が飛び散ることがあるんで、あんまり割りたくはないんですけど、これ発生してないですね。くっさ、多分無精卵。こんな風に爆発することがあるんで、これも無精卵です。めっちゃ体にかかった。これも無精卵、これは普通の卵のままになってる。これも発生してないですね。これもただの卵。これも無精卵ですね。これも無精卵。これも無精卵ですね。これ本当に有精卵だったのかな。孵化しなくてもね、やっぱ血管が走ったりとか、ある程度ヒナの形になっていることは、温度がね多少合ってなくてもするんですけど、血管も全く走ってないんで、これはもう無精卵ばっかりだったみたい。これもだって普通の、全く血管が走ってない。これもちょっと腐乱してるけど無精卵。ちなみにこの部屋ね、すごい匂いしてます。これも無精卵。これも無精卵です。これも全く発生してない。これも詐欺に近い。これお金払って買ったのに。これも無精卵です。この爆発するやつは特に素敵な匂いがします。シゴモリとかだったらこっちの設定が悪かったのかなとかって思うけど、こんな全く発生してない卵、孵化しようがないですね。 100% 無精卵でした。ということで残念ですけれども、生地はね、孵化しなかったです。はい、ということでシャワー浴びてきます。もう全身浴びてしまった。